ラーマチャンドラパント・アマーティアラーマチャンドラパント・アマーティアは、インドのデカン地方、マラーター王国の政治家、財務大臣であり、最小でもあった。1650年頃、ラーマチャンドラパントは、バラモンの家系に生まれた。1672年以降、マラーターの指導者シバージーに仕え、1674年に、マラーター王国が建国されると、財務大臣に任命された。 1689年、マラーター王、サンバージーが、ムガル帝国の皇帝へ、アウラングセーブ殺害されると、新たに、マラーター王となったラージャーラームは、ンジに逃げ、その地を王ととした。だが、シャンカラージー・ナーラー・ヤン・サチーブは、ラーマ・チャンドラ・パントと共に、マハーラーシュトラに残り、西側と山中の城を拠点に残された領土の行政に当たった。また、 サンバージーと共に最小をも殺害されたため、同年にラーマ・チャンドラ・パントは最小に任命され、1708年に退任するまでその地位にあった。1716年、ラーマ・チャンドラ・パントは死亡した。ありがとうございます。